どうも、けなすーでーす。こんにちは。こんにちは。けなたろ、何今日は急に呼び出してまあ、今日何するかこの会場を見たらわかるでしょ。まあ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 、この会場見る感じガチャ PVP 対決とかなんか戦う感じの企画でしょ。そう、そうなんですが、ですが、が何、今回はめちゃくちゃ面白い罰ゲームを加えた PVP 対決を用意したぞ。したぞ面白い罰ゲーム、何それ。ということで本日の企画、負けるたびに呪術廻戦のキャラに殺されるルーレットガチャ対決。うおお、負けるたびに呪術廻戦のキャラに、はい、殺される。しかも、はい、はい、ということで見てください。ここにですね、はい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 、呪術廻戦ルーレットを用意しました。ほんとだ。これ上部両面スクナダゴンとか書いてあるでしょ。うん、書いてあるね。で、今からガチャ PVP 対決をして、負けた方はこのルーレットを回して出てきた呪霊とか術師に挑まなくちゃいけないという罰ゲームがついたゲームです。なるほどね。え、待って、何、負けた方が、殺された方がまた戦ってまた殺されないといけないの。そう、2回やられるという地獄の罰ゲームが入ってます。まあでも倒せばいいんだよね。倒せば問題ないと。いや、両面スクラ五条悟、お前が勝てるか罰ゲーム付きね、今回は。オッケーオッケー。てことで、呪術廻戦ルーレットガチャ PVP 対決やっていきます。チャンネル登録、高評価して最後まで動画見てください。お願いします。とりあえず行きますか。じゃあ1回戦目ガチャ PVP 対決だから、なんかいろんな武器が出るんでしょ。じゃあ、うん、いつもあったらなんかあのアニメキャラになったりできたりするけど、今回は普通に武器と防具があるんか。普通の武器でもね、悪魔の実も入ってる。ちょっと、あ、悪魔の実とかも入ってるんだ。1個か2個ぐらい普通の場合もあるけど。はーい、じゃあ早速第1回戦、これから回します。武器、はい、引いていきましょうか。せーの、ポチ。この子出た。うえー、あー、何それ、剣、何、日輪刀とか。あ、違った、呪具、乙骨の刀。うえー、攻撃力は乙骨刀でーす。7か、まあ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 、まあ、まあまあじゃない、まあ強い方だな。はい、じゃあ次お兄ちゃん。はい、このハンマーみたいなの来てほしいな。でもさ、俺 PVP 対決して思ったんだけど、やっぱ攻撃速度が速いやつが強いんだよね。お、確かに、ね、来た。それはそう。何これ、金棒、え、強っ。金棒攻撃力9、攻撃速度 0.8。 マジか、強そう。ちょっと攻撃力強いけど速度遅いな。そうだね、速度俺のダメだ。じゃあ次防具いきます。はーい、こっち防具、それで出るんだ。ちょっといきますね。はい、おお、はい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 。何、これは防具ゲトスグルセットです。それ防具なの、コスプレじゃなくて。ゲトスグセット、ゲトスグセット、防御力強い。いや、プラス1とかプ、え、弱っ。じゃあ、引きます。よいしょ、はい、来た。おお、え、でん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 、おお、え、顔キモ顔キモ、え、なんか前髪残ってる、気持ち悪いな、なんか。え、でも見て、すごくない、すごい。え、防御力めっちゃ強いんだけど、マックス。え、マジ、うわ、勝てるかな。よし、やりますか。これで第1回戦ゲナ太郎ボコボコにして、もうその姿でね、あの呪霊に襲われてるの見たいわ。はい、じゃあいくよ。第1回戦、はい、よーい、スタート。スタート、金リンゴ食べて、金リンゴ食べて、よし、36になった体力。金棒の力見せてやるよ。これここ強いんだよね。ここ隠れてて、おっ、ほら、いや、ここ強いから、ほら、おい、おい、ほら、おい、ほら、うわ、これただの殴り合いになるな、はい、ただの。よし、一回逃げろ。絶対体力ない、あいつあいつ絶対体力ないじゃん。回復食べちゃダメだからね。さあ、今回は地下があるからね。見えてるんだ。なんで、ま、なんで、なんで、なんで分かった。剣の秘密が出てるんだよくっそ、わら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 、ここで決めてやる。もう体力なんぼだよ。え、11。いい勝負じゃないか。ね、なんでこんななくなんないの、強すぎるだろ、防具。へっへっへ、これ俺たちなら特級呪霊勝てるんじゃない、この防御力なら。それな、あれなんか燃えてんぞ。やば、俺死ぬ、やば、ちょっと待って、え、燃えて死ぬかも。
危ない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 、ハートが1しかない、あとやばいやばい、やだろ、燃えすぎた燃えすぎた、ハートが1しかない、じゃあ発射、いて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 、ほらほら、お前だけは、お前よし倒した、イエーイ、長かった、第1回戦でかっ、今後こんなでかいんだ、超でかいよ、え、自分の画面だとちっちゃいからさ、全然気づかなかった、これがでかいことに、さっきちょん出てたしそういうことか、これを待ってる時、うん、あー、罰ゲームって回すか、回してください、いくよ、呪術廻戦罰ゲームルーレットガチャ、よーい、スタート、ぐる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 、誰になる？誰と戦う？俺勝てるやつがいい、勝てるやつ、勝てるやついないだろ、こんなか最強しかいないじゃん、ジョーゴジョーゴジョーゴ、ジョーゴも強いだろ、ハナミ、ハナミならワンチャン、お、待って、ゲトスグルに、ゲトスグルに、え、ゲトス、え、あ、あ、勝った、嘘だろ、いきなり五条かよ、それじゃあ五条悟と戦ってもらいます、それじゃあ行きます、罰ゲーム特級術師五条悟とキャタロウ、よーいスタート、うわぁ、ん、キャタロウ、え、ちょ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 、え、何があった、ちょもう一回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 、一発殴られて、え、キャタロウ、ちょそれは嘘だよね、もう一回もう一回もう一回、ちょ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 、もう一回もう一回、やばい、赤出す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 、やばいやばい、あぁ、ちょ、あ、ちょ、ちょ、ちょ、はいはいはい、カン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 、もうやめてください、五条先生、五条先生、五条先生、やばい、紫、紫、紫、え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 、無理でーし、ちょっと待って、いきなり最強格を当ててしまったんだけど、いやあっけなかったな、めちゃくちゃボコられた、こんな感じで罰ゲームがあると、いやだな、罰ゲーム受けたくね、よっしゃ、2回戦行くか、はい、いいよ、じゃあケナタロからでいいよ、またよし、武器回しまーす、こっち、ん、なんすよ、初めて見た、また剣、お、でかっ、何の剣だこれ、テンパパパパパパギリ、なにそれ、呪術、なんの剣だろうな、ケナタロが知らない剣か、あ、ワンピースだ、ワンピース、ワンピースの誰かの剣、誰かの剣なんだ、誰かの剣です、はい、じゃあ行きます、はい、来た、うわ、デカハンマー来た、うわー、デカハンマーだ、いいな、攻撃力13、これ技できなかったっけ、この地面に向かって右クリックすると範囲攻撃、強くね、それ絶対強いわ、よし、防御引きまーす、こっち、さあ俺も引くか、ちょ待って、もう絶対負けた、最悪、なになになに2連敗やだー、絶対負けたー、なんだよ、見せてみろよ、早く見せろよ、笑わない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 ですか笑わないよね、カバ防御の俺のこと笑わないよね、あ、これは勝っちゃったな、余裕、何が来ても負けるだろう、じゃあ行きます、これで申し訳ないもん、強い僕だったら、あ、キャンダル笑わないでよ、笑わないでよ、俺のこと、絶対ダイヤモンドで私を覆ってって書いてあるよだぁ圧倒的さ、まあやっていきましょう、俺がなんとかプレイスキルで補うしかない、これそうだよ、武器と防具だけじゃないからね、それじゃあいきます、絶対勝つぞ、第2回戦罰ゲームをかけた PVP 対決、位置についてよーい、ドンドン、バグ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 、よし、取れた、いくぜ、今回このハンマー技使える武器だから最強だわ、マジで範囲攻撃をさせないように、どこだこの上から、範囲攻撃見つけたらそこに向かって降りて範囲攻撃だよ、うわぁ、ほら、あら、範囲はさせないぞ、おい、なに、なに、意外と、あれ、ガンマキ意外と食らわないぞ、なに、いいぞ、よしよしよし、一回逃げて、一回逃げて、一回こっちにね、ほら、待って待って、強すぎ強すぎ、強すぎ、嫌ってる嫌ってる、あ、死ぬ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 、あれ、ケナ太郎くん防具が弱すぎるんじゃない、ちょっと、おー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 おおお、頑張ってるな、やっぱり、いや食らってるよ、けど範囲攻撃、いや、まあ実は1ミリも食らってないけどね、はい、勝ちました、ハンマー強すぎ、これお気に入りだわ、この防具、なんだ俺の負けかよ、防具が高いんだよ、防具が、
ツキは良かったけど別に。いやキャンタこの防具で戦わないと最後。あそっか、あ俺まだ戦いやんのか。じゃあこれ貸してあげるよ。えいいの、かわいそうだから。よっしゃあこの範囲ダメージでぶっ飛ばしてやろう。敵さあどの地雷と戦うことになるか。じゃあ回しまーす。はい2回目レディーファイファイ。お回り始めたよ。え、の止まった止まったー。やーらーなんでこんな強いやつばっかなんだよ。やだ両面スクナです。ケンアタロウもう革防具だったらまた一瞬で死ぬよ俺で。ボコボコにされるんだよどうせ。それじゃあいきまーす。両面スクナ、はい、3、2、1、ドン。うわ、虎杖悠仁の両面スクナ。ちょっと距離を測って近づいていくか。おっとバレてないバレてないバレてない。ああ来て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 、俺に向かって来てる。バレてないバレてない。ケンタロウ頑張れ。バレてないバレてないバレてない。おい近づけてくるな。おいおらーほら範囲攻撃。え切られた。まだ負けてないぞ俺は。え頑張れケンタロウ何回も。俺は負け。立ち向かえ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 。俺は絶対に俺は刺さなかった。おいいぞ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 。あーさあどんどんやられるよ。どんどんやられていくよ。無限地獄やから。あっ領域展開とか使ってこないな。でももうケナ太郎ごとき素手でいいっていうぐらいで。逃げて逃げて逃げて頑張って逃げろ頑張って。あー元大統領です。いやケナ太郎もう負けてばっかじゃんさっきから。俺にも負け、罰ゲームでも負け。さあじゃあ第3回戦ラストよ。1回くらい勝たないと。絶対に勝つ。ちょっとガチャ運も悪かったから。確かに確かに。2回したい。じゃあ最初どっち行く。じゃあお兄ちゃんから引いてよ。あそれだ、そのせいで俺弱かったんだ。はい。うっ、なにこれ。わっ言うんだ、特急ジュグの。言うんだ、いいな。まあでも能力、攻撃力がまあ高いだけで能力ついてないからな、さっきみたいな技が。これ行きます。はい。じゃん。お、ネザーアイテム剣。攻撃力何本。攻撃力8。8、あ、勝ってるな、10だ俺。攻撃速度は 1.8 1.6。 おー、まあまあまあ攻撃武器では勝ったわ。俺じゃ先引いて。俺来るから。俺か、うん、顔引け早く。来た、変なのじゃなくてお願い。あー、こんな感じか。あ、でも微妙かもしれない。よし、俺引くね。はい頼む、いいの声お願い。お、なに。じゃんじゃんじゃん。え、じゃん、ほーりーナイト。聖騎士だ、すごっ。ホーリーナイトケラ太郎、すごいすごい。防具は俺の方が強いんじゃない。防具強そうだね。よし最終決戦絶対勝つ俺が。やばい、これ勝ったらマジで今回全勝で、初の全勝だ。悔しい、負けたくない。いきます、最終勝負。罰ゲームをかけた PVP 対決、はい、Hについてよーいスタート。食べてガシーン。よし行くぜ。あ、何逃げてんだ。これから逃げれると思うなよ。そんなら、ユウは使い手が強くないと強くならないんだよ。おー、あら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 。俺はナメクジのケラ太郎。これどっちが勝つ。永遠に追いかける。やばいな。そっちが後ろだ、後ろ。上どこ行ったどこ行った、気づかなかった。クソ、ここで絶対勝つ。ここが最強。うまいぞうまいぞ。いや、俺の方がうまいからな、このここの使い方。後ろを取って、後ろを取って、ここで、やばい。なんぼだ、体力。まだ26あるよ、俺。はぁ、強っ。防御力強っ。なんかワンパーされた。ケラ太郎の勝利。ワンパーじゃないわ、普通に倒された。無理でーし。よっしゃー、最終戦ケラ太郎の勝利。負けた。さあ、罰ゲーム回してください。じゃあ、行きます。はい。お、あ、いた。何が来る。始まった。いや、まだ動いてるよ。全然動いてる。あ、いた。でも両方かぶってる。あ、はい、お兄ちゃんが戦う相手はマイストになりました。いや、マイストぐらいな倒せるよ、俺は余裕で。特急だぞ、特急。余裕でマイストぐらいな倒せるよ。じゃあ、マイスト対ケラソイ。先手必勝、先手必勝。ルーレットガチャ、用意、先手必勝、先手必勝。うわー、なんだこいつ。やばすぎだろ。マイスト強いからね。
や逃げろ逃げろ。もう一旦距離を取って、ただのパンチで。おらず、ケモタケモタ。はい、ということで皆さん、この呪術廻戦罰ゲームガチャ PVP 対決、面白いなと思った人はチャンネル登録と高評価の通知をお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。お好きなだろう。お前絶対倒してる。あ一生勝てないよ。